大列車強盗は1975年に出版されたマイケル・クライトンによる犯罪小説。またこの小説を原作として原作者であるクライトン自らが脚本、監督を務め1979年に公開されたアメリカ映画。1975年に出版。1855年にクリミア戦争の戦費として イギリスがフランスへ支払うため列車で輸送していた近海1万2000ポンドをエドワード・ピアースが列車内から強奪したという現実の事件をもとに執筆された。この小説では1854年5月末頃にエドワード・ピアースが上前破りのロバート・エガーに共犯を持ちかけるところから始まり、1855年5月22日に近海強奪を実行。 1856年11月19日のピアース逮捕、1857年8月2日のピアースによる法廷での証言と、その直後の脱走までを描き、主要登場人物のその後を簡単に報告する形で小説はまとめられている。事実を元にした小説ではあるが、この物語のどこからどこまでが調査に基づいた事実であり、どの部分が、 クライトンの創作であるかは明らかにされておらず、事実を元にしていながら非常に娯楽性の高い小説となっている。物語の大部分が強盗の立案と準備に裂かれており、その綿密な計画と大胆な実行がこの小説を大変読み応えのあるものにしている。元になった事件は、ビクトリア時代当時も大変メディアを賑わせたものであり、綿密な立案、準備。 その被害額、大胆な犯行手段、逮捕まで1年半も要した、スコットランドヤードへの避難など、方々に与えたその衝撃の大きさを表すために、この大列車強盗事件は、すべての単語を大文字から始めて、ザ・グレート・トレーン・ロブリーと表現されている。タイトルを、ザ・ファースト・グレート・トレーン・ロブリーとして、1979年2月2日に、アメリカで公開。 上映時間110分。メトロゴールドウィンメイヤー提供。原作者、マイケル・クライトン自身が、脚本、監督を担当した。日本語版、ありがとうございます。